はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、久しぶりに十和田のバラ焼き作りましたね。もう暑いからってね、料理作んないで毎日コンビニのおつまみとかにも行かないでね、ちょっと暑かったんですけどもね、ちょっと台所で火使ってね、まあこれなら簡単に作れるだろうと思ってバラ焼き作りました。それとあとお肉がこってりしてるんで、もう一品はタコのお刺身ね、ちょっとさっぱりするかなと思ってつけてみました。じゃあね、今日はこれで晩酌やっていきたいと思います。では今日の飲み物は珍しくね、札幌の、ラガービール買ってきました。珍しくね、なんかこんなパッケージあって、あれなんだろうと思って見たら札幌のねラガーだったんでね、あ、久しぶりに札幌のラガー飲むのもいいかなと思って、赤星ってやつなんですかねこれね、買ってみました。じゃあ今日はこれでね、シュワシュワスタートしたいと思います。よいしょ、今日はこんな感じのシュワシュワですね。ビールですよ、ビール。おー、いい感じ。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。ではね、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあシュワシュワで乾杯、いただきます。うん、やっぱビール美味しいね。普段ね、発泡酒じゃねえや、ノンアルコールビールにね、焼酎入れて飲んでるもんで、あ、焼酎入れてみようかな。大五郎ね、大五郎をまた小分けにしてきてるんでね、これちょっと入れてみようかな。やっぱもうちょっとね、度数高い方が私は好みかな。よいしょ、これで一旦ね、置いときたいと思います。ではまずはね、十和田バラ焼き、今日はね、お肉これ使いました。半額のお肉、これも冷凍庫でね、半額で買って冷凍庫に入れ、ずっと入れておいて、ちょっとね、もうそろそろ食べないとまたね、色悪くなってきちゃったんでね、それでこれ引っ張り出してね、バラ焼きにしましたね。安いっすかね、税込みで290円ですからね、和牛ですよ。それでも一応ね、美味しそうだなと思って買ってきました。ちょっと時間経ってちょっと干からびてきちゃってね、ちょっとタレを少しこう絡ませて、玉ねぎね、おお、こんな感じでどうでしょうね、バラ焼き。かけようかな、七味を少しかけて。これ本当はね、すき焼きみたいにね、溶き卵にくぐらせて食べても美味しいんですけども、ちょっと卵がね、賞味期限切れててね、うちにあったやつ、ちょっとね、生ではちょっと食べるの怖いんで今日は持ってきませんでしたけどね。よいしょ、ではバラ焼き、十和田のバラ焼き、いただきます。うん、うまっ、このタレがいい、うん、ちょっと甘じょっぱい感じのタレで美味しいんですよ、これがまたね。いただきます、もう一口。うん、丼にしても美味しいと思う、ご飯に乗っけて、シュワシュワ。では
次はいつものね野菜サラダ作ってきました。今日は大きいやつね、これ2日分ですね。今日と明日2回に分けて食べたいと思います。これ1回にね食べると多いね。昔はね、前はねこれね1人でね1日1個1つ全部食べてたんですけども、さすがに最近ちょっとそこまで、ね、食べらなくて、これはね2回に分けて今日と明日で食べたいと思います。よいしょ、じゃあちょっと小分けにしてね。ああもったいない、もったいない。ではこんな感じでね取り分けました。じゃあまたいつものリケンさんの癖になるうま塩のドレッシング、よいしょ。で、おろしのタレね、エバラさんのおろしのタレちょっとだけね、よいしょ、ちょっとだけこうかけて、でサラダもねいただいていきたいと思います。じゃあトマトからいただきます。おいしい、よいしょ。でサラダチキンは生協さんのねサラダチキンで、でサラダいただきます。そういえば昨日だったかな、ネットのニュース見てたら Windows ありますよね、 OS の Windows、 あれの11が出るらしいですね。11ね、 Windows 10で終わりだなんて言ってたんですけどもね。んーね、私 Windows は XP から使い始めて、 XP でずっと使ってて、もうギリギリ使って、んで7に移行して、で7から10に移行したんですけどもね。で10でも Windows もう最後だっていうんで、まあこれで最後だったらまあしょうがないかなと思って10に移行したんですけども、なんかまた11が出るっていうことでね。で調べたらね、うちのパソコン11動かないみたいなんですよ。ね、別にスペック的にはね、自分で使う分には十分なんですけどもね、このまあ結構古いタイプのパソコンですからね。なんだっけな、ちょっと忘れちゃいましたけども、結構第2世代のアイコアなのかな、うちで使ってるのは CPU ね。で第7世代以降の CPU じゃないとサポートしないんでしたっけ、ちょっと詳しくははっきりまだ覚えてないですけども、なんでうちのパソコンちょっとサポート対象外になっちゃって、11のね。で 11OS ね、新しい OS Windows の11使いたかったらパソコン買い直してくださいとかってなんか診断ツールがあるんですよね、なんか出てきちゃって、なんでも Windows の10のサポートが25年まであるらしいんですよね。2025年ね。なんでもうそこまでいってサポート切れたら、まあそのままサポート切れで使うか、違う OS に移行するか、 Ubuntu とかね、Linux 系の OS に移行するかしようかなと思うんだけど、もう切れないからね。また OS 移行するの騒ぎで大変だと思いますよ。ね、私はねこうパソコン、ね、趣味で使ってるだけだからまだいいですけどもね、仕事とかでねパソコン、ね、会社とかで使っててね、セキュリティ切れになったら大変ですからね。またそれで OS 入れ替えて、古いパソコンは11使えないからまた買い替えてとかって大変ですよね。ね。
ではじゃあこれ食べてみよう。これね、なんだっけ、藤子さんのおかず畑おばんざい小鉢の切り干し大根なんですけども、賞味期限がね10日ぐらい過ぎててね、パッとね見たらあれ買ってあったんだと思って、あれいつ買ったんだっけと思って、賞味期限見たらね、もう10日ぐらいもうすでに賞味期限過ぎてて、ちょっと七味かけてね、大丈夫だとは思うんですけどね、別に生物じゃないしね、手つけて置いといたわけじゃないんで、まあ、ちょっと風味とかがね弱くなってるのかもしれないですけども、まあ食べてもお腹壊したりすることはないと思うんですけどもね、ちょっとだけね、味がおかしかったら食べるのやめますけども、ちょっとだけ食べてみて、うん大丈夫、うんうん全然大丈夫ですよ、うん大丈夫か、うん大丈夫そうですけどもね、うん、変な味はしないかな。ちょっとシワシワ飲んで、もう賞味期限ね、もうあっという間に過ぎちゃいますよね。なんでもう賞味期限過ぎそうだなと思ったらすぐね冷凍するんですけども、ね、冷凍庫またいっぱいになっちゃうんでね、お肉なんか買っといてもね冷凍焼けして色悪くなっちゃうしね、冷凍庫にも結構ね色焼けしてる、半額で買ったお肉とかまだ入ってるんですけどね、なかなか食べる機会なくて、うん、ではじゃあお次はタコのお刺身ね、タコのお刺身、タコってたこ焼きに使うタコとまた違うんでしょうね、種類が。このお刺身のタコ、これは水タコになるんですかね。ね、いろいろねタコって言っても種類あるんでね、酢タコとかも売ってますけども、酢タコのタコもまた違う種類のタコを酢タコにするんですかね。お刺身に使うあのタコは水タコみたいなのよく使うんじゃないかと思うんですけどもね、たこ焼きに使うタコって何使うんですかね。たこ焼きね、ちょっと作ってみたいなってちらっと思ってるんですけども、たこ焼き器買わなきゃいけないしね、あちょっともう一枚、こんな感じですね。たこ焼きのタコって何タコ使えばいいのか分かんないんですよ。私青森の人であんまりねたこ焼きそんなに自分で作ったことないもんでね、ちょっとたこ焼き器とか欲しいなぁなんて思ってるんですけどね、動画的にねいいですよね、あれたこ焼き作って食べたりする動画でやるとね面白そうだなぁなんて思ってるんですけど、ではいただきます。うまっ、わさびつけすぎた、またね日本酒はちょっぱり、いつものちょっぱりですね。六花酒造さん、青森県弘前市の津軽の日本酒ちょっぱりね、うまく告げるかな、やばそうだな、こぼれないように慎重に、よいしょ、一応ね冷蔵庫で冷やして冷酒にしてるんですけども、もう暑いんで氷ちょっと入れてね冷やして飲みたいと思います。ちょっとねなんかぬるいかなと思ったんで、いただきます。なんか氷入れるんじゃなくてこう冷やすの あるんですよね、あのとっくりっていうんですかね、真ん中がへこんでてでそこに氷入れるようになってるやつとか、あとこう冷凍して冷やして使うとっくりとかそういうのもあるんですよね。
前うちにもあったような気がするんですけども、ちょっと見当たんなくてね。これからの季節は冷たくないとね、日本酒も。ではじゃあちょっとね、ウイスキーね、ウイスキー向きのつまみないんで、もうウイスキーだけちょっと飲んでみようかな。クマタカっていうんですかね、大手メーカーさん以外のところで作って出してるウイスキーですね。これクマタカ、南アルプスワインビバレッジ、ワイン&ビバレッジさん、山梨県のと会社なんでしょうかね、で作ってる、ちょっとねこういうのがあったんで買ってみました。今日はこれ初めて飲むウイスキーです。どんな感じなのか、よいしょ、ロックで、じゃあいただきます。あ、割と香りがある感じかな。なんかニッカさんのウイスキーの味にちょっと似てる感じがするかな。なんかハイニッカとか、なんかあの感じの味かな。バーボン寄りってわけでもないし、あのスモーキーなスコッチ寄りってわけでもないし、どっちかっていうとハイニッカみたいな感じのウイスキーかな。じゃあね、動画の尺がもうないんで、最後にまたバラ焼きて、ポワダのバラ焼き食べて、もうちょっとこうつゆね煮詰めればよかったんですけど、もう暑かったんでね、もう火が通ればいいやぐらいの感じで作ったんで今日は。まあでも十分美味しいっすよ。もうちょっとこう煮詰めるとね、タレの味が濃くなってね、もうもっと美味しくなるんですけども、なんせもう暑くてね、台所で火使っててもね。じゃあバラ焼きいただきます。ではあとはね、動画かアニメかなんか見ながらね、パンチャク続きやっていきたいと思います。アニメももうね、春アニメ終わったアニメも続々出てきて、次夏アニメどんなのが入るんだか全然分からなくてね。なんか面白そうなのはあればいいんですけどもね。では今日のね、晩酌動画の方はね、この辺で締めさせていただいて、あとはねゆっくり続きやっていきたいと思います。今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。